チャトゥーガ軍はアメリカ合衆国ジョージア州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は26,015人であり、2000年の25,470人から2.1%増加した。軍庁所在地はサマービル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。チャトゥーガ軍の名前は軍内を流れるチャトゥーガ側から取られている。 昔はマウンドを作る文化を持つ先住民が住んでいた。アルパインと面露地域にはいくつか小さなマウンドが見つかっている。ヨーロッパ人が入ってくる前の時代には、まずクリーク族、続いてチェロキー族が占有していた。チャトゥーガのチェロキー族の主たる町は、シンボーンバレーのリバータウンとブルームタウンだった。北ジョージアにヨーロッパ人が入り、 金が発見された後、連邦政府は1830年代初期に、チャトゥーガからオクラホマまで、チェロキー族を強制移住させた。これが後に、涙の道と呼ばれるようになった。この移住の時、数千人のインディアンが病気、飢え、虐待で死んだ。土地は1832年のチェロキー土地抽選で、白人開拓者に分けられた。この抽選で、チャトゥーガは、 南北戦争前南部でも繁栄する農業地帯に代わり、肥沃な土地に点在する大小様々の農園が、チャトゥーガバレーの景色になった。南北戦争が始まると、チャトゥーガは北軍よりと反北軍に二極化された。チャトゥーガから南軍には五個連隊が出征した。マウガの戦い以前にも軍内で、いくつかの戦闘が起きた。 ネイサン・ベッドフォード・フォレスト将軍がアルパイン近くで北軍機兵隊と戦い、北軍をジャタヌーガ地域に追い返した。チャトヌーガで最大の単一戦闘は1863年9月15日にイースト・トリオン・チャーチ・オブ・ゴッドの場所に近い現在の第一通りで起きたトリオン・ファクトリーの戦いだった。南軍、ベンジャミン・ハーディン・ヘルム将軍の指揮する不評部隊と ジョセフ・ウィーラー将軍の指揮する、騎兵隊が、サマービル近くで始まりトリオンで終わるという、走りながらの戦闘で北軍を破った。第一通り沿いオールドトリオン墓地の前面には、この戦闘で戦死した、北軍兵55人、南軍兵7人の遺骸が埋葬されているが、墓標はない。2009年9月、チャトゥーが軍キャンプ507南軍隊へ騎兵の、息子たちが、 ミッショナリーリッチキャンプ63北軍退役兵の息子たち、さらには地元集団と共同で第一次トリオンファクトリーの戦いとトリオンに墓標なしで埋葬される兵士を記念する記念碑を建てた。南軍のヘルム将軍はエーブラハム・リンカーンの妻まアリート・ドリンカーンと義兄妹であり、この戦いから4日後の9月19日、ウォーカー軍で起きたチカマウガの戦いで戦死した。 アトランタ氏が陥落した後、南軍の将軍ジョン・ベル・フットが、そのテネシー軍を率い、アトランタの戦場から、北、さらに西に移動して、ウィリアム・シャーマンのカンバーランド軍をアトランタから、さらにはジョージアから追い出そうとした。シャーマンは、アトランタ氏に文献隊を残し、自身は軍隊の残りを率いてフットとその南軍を追撃した。フットの軍隊は、 アラバマ州ケールズビルに向かう1864年9月にチャトゥーガ軍を通過した。シャーマンはテイラーズリジの上からチャトゥーガバレーを初めて見た時に農業に適した肥沃なバレーだと言ったと伝えられている。サマービルに到着したシャーマンは町から数マイル上流に南軍の訓練キャンプがあることを教えられた。シャーマンは北に約2マイル進み南軍の撤退する 後衛部隊に数発の銃弾を放った。チャトゥーガから西に向かう道路はどれも後退する南軍兵で埋め尽くされたと言われている。シャーマンはサマービルからヘンリー・ハレック将軍とエイブラハム・リンカーン大統領に電報を打ち、海への進軍に関わる作戦を説明した。チャトゥーガ軍がその進軍の誕生地となった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は313.55平方マイルであり、このうち陸地313.33平方マイル、水域は0.23平方マイルで、水域率は0.07%である。アメリカ国道ジョージア州道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。チャトゥーガ軍は北西ジョージアにあって民主党が強い地盤にある。この地域は週に 特に、アトランタ郊外部に続いて、右方向に極端に移行してきた。大半の軍は、地元、州、国政レベルで共和党を強く支持しているが、チャトゥーガ軍は依然として、民主党支持軍である。レコンストラクション以降、地方役人に共和党員を選出したことはない。国政選挙では、共和党員を支持したことがあるが、地域の大半よりも接戦だった。 アメリカ合衆国会員では、ジョージア州第11選挙区に属している。元教育者で、町の指導者だったバーバラ・マッシー・リースが、チャトゥーガ軍とフロイト軍の一部を含む、この選挙区を代表している。州上院では、チカマウガの共和党員、ジェフ・マディスが代表になっている。チャトゥーガ軍は、単一コミッショナーが軍を統括することで、州内でも数少ない軍の一つである。 選挙で選ばれる、軍役人は、保安官、税務委員、上級及び州裁判所事務官、検視官、検任判事、選挙管理官がある。軍の教育委員会は、軍教育監督官の管轄下にあり、小学校4校、中学校1校、高校1校を管理している。他にオルターナティブスクール1校もある。軍内には他に、トリオン市教育学区もある。小学校、 中学校、高校各一校がある。これらの学校は一つの敷地にあり、近年周優秀校に指定された。ありがとうございます。